皆さんこんにちは、登山大好き林木です。このチャンネルでは登山やギア紹介、山道などの情報をお届けしておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。大人気の紅葉シーズン、鈴鹿の御在所岳、登山道の渋滞回避でヘッデンスタート。3合目で日の出のショータイム、名物奇岩巡りは小原岩からの絶景挟んで地蔵岩、いやはや絶妙なバランスです。ご利益あるかも。アスレチックなキレットを越えたら中登山道の眺望の核心部、紅葉の絶景が待っています。8合目の岩峰のご覧の通り、最高でしょ。富士見岩からロープウェイと紅葉のコラボは絶品、シャッターが止まりません。山頂 4G ライブにチャレンジ、電波はダミー、残念ライブにがっかり林木、ブツブツのライブ配信本当にごめんなさい。山頂エリアの神社をゆるっと巡って、気を取り直して鈴鹿のマッターホルン鎌ヶ岳に向かいます。さあ、こっからが、武平に下っていくね、ルートになります。まあこの先はね、登山のね、格好をしてないとダメですよっていう注意書きもねありますね。じゃあ行ってみたいと思います。じゃなくて、頑張っていきましょう。気をつけてね。いやー、なんかこれ久しぶりですね。鈴鹿特有のね、この掘れた花崗岩のね、この掘れた溝のようなトレイル、ザレててスリッピーなんですよ。いやー、なんか懐かしいっすよ。ザレザレーとか言ってたね、このね、ザレザレの鈴鹿落ち葉のトレイル、サクサクの落ち葉のトレイルです。こんにちは。ちょっとごめんなさい。すいません、ありがとうございます、はい、どうぞ。あ、すいません。ここ切れ落ちてんじゃん。景色のめちゃめちゃいいとこ出てきた。この鎌ヶ岳かっこいいね。この綺麗さ加減が逆光で映りづらいな。ちょっとね、ざれた岩の急登が現れましたね。ただなんか眺望いいっすね、ここなんかね、ライブ配信しながら降りれたら最高なんでしょうけどね。これなんかかっこよくないですか。あんまり前行くとね、危ないからね。いやー、これね、鎌ヶ岳の紅葉がめちゃ綺麗なんですよ。ただ逆光でね、うまくこの色合いが映らないのが残念です。こういう時になんかね、偏光フィルターを使うと綺麗に撮れるんでしょうけどね。Thank you.
構なね、岩の急登です。これ登ってくるの楽しいかもしれないですね。意外と。これは、これアスレチックの登山ってんだよね。そんなに大滑落するような場所じゃないんでね。高度感があって楽しいです。ところどころ四駆ゾーンもありますけど、はい、クリアです。やっぱ降りてくると紅葉が鮮やかにね、色づいていて綺麗ですね。やっぱ山頂付近はね、ちょっともう枯れ葉色になりかけたとこもあったんで、あれでしたけど、まだまだね、この山高を通じて紅葉が楽しめそうです。もうすぐ武平峠ですかね。だいぶ降りてきましたね。こういうね、ガレは鈴鹿らしいですね。本当に崩落がね、進んで、ところどころね、こういう白ハゲができてくるんですよね。もう向こうの方にも、ね、見えますよね。こんにちは。いやでも本当に鈴鹿らしいっていうね、鈴鹿らしいですよ。久しぶりにね、こういうザレのね、急登歩きっていうのもね、本当に気持ちがいいです。この白がね、いいんですよね。絵的に樹林帯のね、暗い林道をね、歩いてるよりも気持ちがいいんですよね。分岐に来ましたよと。ちょっとポイントチェックしましょうか。はい、現在位置は、あれ武平峠まで降りてきたぞ。気がついたら、こっちが釜方面だね。あ、本当は書いてあるね、釜ヶ岳。はい、なんかあっという間に武平峠まで降りてきてしまってました。なのでここからね、川の方に登っていくんですけど、ちょっとだいぶ暑いんでシェル脱いで、行きたいと思います。この武平峠からね、鎌ヶ岳に登るルートは鎌ヶ岳のね、最短ルートなんですよね。30分か40分で多分登れるルートだと思うんで、意外とすぐだと思います。じゃあ、さっき下ってきた白ハゲありますよ、そこに。これがね、鈴鹿の特徴なんですよね。このね、人がいない
静かなトレイルが最高に気持ちいいです。いやー、これは気持ちいいな。秋のね、静かなトレイル、こう本当にね、山の中にね、ポツンとこう一人自分がいるっていうこの感覚がいいんですよ。すごく静かで、自分だけのねプライベート空間っていう感じがして、贅沢な時間ですね。でもまだめちゃくちゃ気持ちいい紅葉のトレイルですよ。これ綺麗ですよ。目の前にね、川が控えてます。いや、もう本当にゆるふわの秋の紅葉俳句、いやー気持ちいいっすね。時間的にはね、全然余裕があるね。今日はご在所の方はもうかなりね、人上がってきてるんでしょうけどね。釜の方も結構混むと思ったけど、まだ大丈夫な感じですね。割と静かに歩けますね。ほうぼう開けましたよ。これ上にちょっとドーンと乗っちゃいますか。岩の上、ほらほら、御在所方面、雨乞いで、こっちぐるっと回って釜です。このね、荒々しいね、岩の斜面と紅葉のコントラストがね、美しいですよね。写真ばか撮っちゃうね。これ武衛峠から来るこの鎌ヶ岳の山陽、かっこいいですね。紅葉となんかこの荒々しい感じが、これめちゃくちゃ絵になりますよね。ちょっと写真また撮ってきましょうか。前に進めなくなるパターンですね、これ。さあ、ここザレの、いよいよね、山頂前の核心部じゃないですかね。荒々しい岩肌、お写真タイムでしょう。さあ、頑張っていきましょうか。さあ、釜へのね、最後のザレの急登核心部、頑張って登ってきますよ。やっぱりザレもね、登り慣れた感じはありますよね。歩幅を狭く、フラットフィッティングでね、バランス、蹴り足しないで置き足で行くというね、体重移動で滑らないように、これですよ。無理をしない、決してね。いやー、それにしても大迫力ですね、これ釜の北壁。なんだかんだね、釜ヶ岳何度も登ってるんですけど、初めてですからね。こっちも御在所方面の眺望、登ってきたザレの急登、そしてまだまだ山頂まで続きますよ。でもなんかこういうジオグラフィック的なね、こう荒々しいね斜面を登っていくのは楽しいですね。なんかこう本当に天然のね、アートの世界ですもん、これ。こんなもの山でしか味わえないですから、大迫力ですもん。この造形美、かっこよすぎですよ。いやー、本当にマジでかっこいいわ。
意外とこの横巻き気味にルートがあるんで、まああんまりねここのとこ直通してたら大変なんでしょうけど、巻いていけばそんなに問題はなさそうです。巻いていきましょう。ここはねおとなしく、でももう行けそうだけどね。これ今巻いてるんですけど、ここボコボコすごいですね。キノコ岩みたいなすごい風化が進んでる。これこっちをねぐるっとこう巻いていくと頂上ですね。もう一頑張りです。写真撮っとく。おお、すごいっすよマジで。釜尾根がめっちゃ紅葉綺麗だもん。そういうことか。ちょうど今あの標高のぐらいのところが一番綺麗に見えるんでしょうね。山形山頂到着。1161。山頂めちゃくちゃ混んでますね。どうしよう。ご飯食べる場所がない。釜尾根側の方も紅葉綺麗だよね。消防のシーフードカップヌードルです。今日はビッグにしました。お腹空いちゃったんでね。やっぱりね、ヤオメシはカップヌードルに限りますよ。じゃあちょっとね、もうお腹空いたんでカップ麺食っていきたいと思います。本当紅葉をね、見ながらカップヌードルはしたかったんですけどね、ちょっとなかなか厳しいっす、しかとしては。でもね、結構こう遠くの山陽見えますよね。山とカップヌードルです、ご飯もね食べてお腹いっぱいになって、紅葉もね満喫したんで、このね釜尾根の眺望、紅葉ねすごく綺麗でしたね。はい、そしたら現在地ここです。こっちのね長石尾根のルートで下って行ってですね、元来た中道の登山道に戻ります。登山口にね戻ります。このルートで行きたいと思います。コースタイム的には、1時間15分、1時間20分ぐらいですかね。まあすぐですね。はい、これで行きたいと思います。
よいしょ。これ雨の日とか濡れてたらもうアウチですよ。これ滑って降りるしかないですよこんなの。ねえ、よいしょ。低山といえどもあのドレンスのこの急登、獣道ですよ。この眺望スポットある？眺望ここめちゃくちゃ綺麗ですよ。そして大事なワークマンで買ったグローブをなくしました。いやー、数々のね、難癖を乗り越えてきた相棒だったんですけどなくしてしまいました。なんかね、100円なんでなくしてもすぐに買い替えれますなんて言ってたんですけどダメですよ。愛着っていうものがね、注入されてしまうんですよ。ギアには。ギアにはね、そのユーザーのね、主のね、魂が宿ると。そういうことで、結局ね、すごくね、悔しいです。なんかやっぱり綺麗ですよね、眺望、紅葉のね。もうこのかっこいい眺望は見納めですね。よいしょ。ね、ゴトゴトゴトする。後ろに人来てんのか。一応予備があるんですけど、デザインが違うんですよ。ラバー面がね、ラバーが黒で、で、イラストがね、目玉焼きのイラストが入ってるというね。ちょっとね、あの可愛らしさはね、いらなかったかなって感じですね。お、またなんかちょっと難所っぽいやつ出てきましたよ。ザレの急登っぽいやつがどうなんでしょう。そこを降りていくわけじゃないんかな。ここは巻いていく感じかね。巻いていく感じでしょうね。ところどころね、やっぱりこう紅葉の絶景ポイント現れたりするんでね、ちょっと注意してないと。せっかくのね、絶景ポイント見逃しちゃいますからね。せっかくのゆるふわの低山ハイクなんで、そういうね、絶景ポイントぐらいは、しっかりとね、押さえておきたいじゃないですか。割とやっぱりね、ザレザレの斜面ですよ、これね、ザレザレの。でもそんなにシャドウがきつくないから言うほどでもないですけどね。ザレでシャドウがね、きついとめっちゃきついですけどね。もうちょっとコースセレクションがむずいな。どっちから行こうかねみたいな感じで。かかとがズルってきて怖いんだよね。
右こっち、あっちょ、よっしゃ、オッケーオッケー、クリアかな、クリアっぽいね。さあ今三口谷分岐に降りてきました。こっちで左に降りていくと三口谷で、直進すると長石尾根です。三口谷のねルートはこのマップで見てもらうと分かるように破線ルートになってるんですよ。バリエーションルートなんですよね。でなんかやっぱりこうあっちこっちに危険ポイントのね注意書きが入ってますね。なのでもちろん長石尾根で下ります。はい、それじゃあ頑張っていきましょう。さあ今弥一神へ802m に到着です。弥一神へ、ここですね。ちょうどねこの弥一神へのね看板越しに五大所のロープウェイがね山頂へ向かってこう進んでるのが見えますよね。もう最後の眺望ストップスポットかもしれないですね。結構疲れました。登り返しがあったんで割とねこうぐるっと周回してきてやっぱり少し足に来てますね。はい、それじゃあ下っていきたいと思います。長石尾根の最後が近づいてきましたが、ああちょっとボロ落としちゃった。疲れてるね、ボロ落としちゃったんで。はい、今回はね晩秋の五大所岳、釜ヶ岳両座ともね鈴鹿セブンマウンテンの一座になりますが、2つともね、人気の山ですね。特にこの2座は紅葉が美しい。まあ他の山もねもちろん美しいんですよ、釈ヶ岳とかで紅葉が美しいということで人気がありますね。でまあ今回もねさっき上から道路を見下ろしたらやっぱり至る所にねまだ路中してる跡がねありましたんで、何ここ狭っ、どうやって通るのこれ、狭っ、ほらこれ狭っこれへー、周回コース、まあ、距離としてはねそんなにアルプスのねロングトレイルなんかと比べたら全然そうでもないんですけど、なんかちょっと気を緩めたせいかちょっと体がなまってる感じがします。ちょっと疲れました、久しぶりの鈴鹿で。多分ねザレてるからですよね、きっとザレてるし、やっぱりえぐれたこう地形の変化にね飛んだルートが多いので、まあ、そういうとこはねちょっと神経使って降りなきゃいけなかったりとかね登攀しなきゃいけないっていうシーンがありますんでね、まあ、そういうところがあるんでちょっと疲れちゃったっていうのもありますね。であと紅葉の方ライブいくつかやらせていただいたんですけど、残念ながらね一番のね紅葉シーン釜ヶ岳の釜をねさなんとね電波が悪いっていう、電波切れまくりでしたもん。多分映像めちゃくちゃひどいと思いますよ。本当はすごく綺麗だったな。今写真の方でね本編の方で写真でいくつかお見せしたいなとは思うんですけどね、綺麗にシーンをね切り取れていると思いますんで、釜尾根の紅葉ってこんななんだっていうのをねご紹介できると思います。はい、もうすぐね中道登山口の駐車場下のね道路に出ますんで、今回のね動画は以上にしたいと思います。あ、なんかこの辺になってから紅葉すごく綺麗になってきたんじゃないこれ、
やっぱり下の方はね結構降りてきてるんで、こういう感じでねすごく綺麗なところもあるんですよ。はい、今回はねこんな感じで終わりにしたいと思います。すいませんね、頑張り閉まらなくて。またねもうちょっと、きちっとね、こう動画のね構成考えて参考するようにしていかなきゃいけないなと改めて思いました。こう綺麗なんだけどねうまくねこうつなげられないんですよね。なんかまあそれはねちょっとすいませんこっちの話なんで。はい、ではまた次回の動画をよろしくお願いします。バイバイ。